ナンパが止まらないっていう事態が発生しちゃうと人だかりができちゃう。飽き飽きなんですわ私。何に飽き飽きしてるかというと、もうこの芋臭い芋臭いこの感じですよ。芋臭いこの感じ、地味な髪の毛に地味な顔、本当に花がないこの感じに私はもう飽き飽きなんですよ。地味、もう地味の一言で片付けられるような存在、そう、それが私にしたい。ということで私はずっと思ってました、ギャルになりたい。そう、ギャル、そう、派手派手派手になりたい、派手なド派手なギャルになりたいと私はずっと心の底から思っておりました。外国人です。ああ、楽になってるかなって思うから、これからバッチバチになんかさらに行ってきます。さっきからちょっと視線を感じるなっていうのを私自身でも感じてて、多分それはやっぱり私の可愛さについ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 みんなが目を奪われてるんではないかなって思うんですよね。あ、すいません、すいません。はい、はい、あ、今なんかお仕事帰りとかですか？あ、いや、違いますよ。暇ますか？ちょっと友達待ち合わせあるんです。ちょっとあのご飯食べましょう。ご飯、はい、ちょっと待ち合わせしてるんで、すいません。焼肉行きましょう。焼肉、焼肉大好きです。行きます。行こう。ちょっとスポットに、ナンパスポットに行って、ただスマホをいじっててください。かしこまりました。ナンパが止まらないっていう事態が発生しちゃって人だかりができちゃう。15分で、15分、何人ぐらいされると思います？15分でしょ。30は行くかなっていうのは。1分に2人っすけど。そう、1分の30秒で来て断って、でまたついに来る、断る、今30秒ペースで行こうかなって思ってます。わかりました。で30行ったらハンバーグ、ハンバーグおごります。やっと、じゃあ、うん、本気出します。行かなかったらおごってください。何食べたいですか？ハンバーグ。みんな大好きハンバーグ。スタート、スタート、行ってらっしゃい。西本さん、おかしいですね。全くナンパされる気配ないんですけど。全然、姿勢はすごい感じてんだけど。だいぶ期待してたんですけど。ちょっとおかしいです。皆さんちょっとこの時間だから、うん、まだ早い。忙しい、ね、忙しい、忙しい。人っ子一人でしたけど。本当にちょっと私のプライドはあるのかしら。始まりますよ。はい。西野さん、1分経過しましたね。おかしいな。え、一人目の人は何してんのって。え、お、何してんのって。友達待ってますって。一人はナンパできたの？ナンパされたの？いや、多分不審者だと思った。そんなことない、おそらく不審者だと思った。それが、いや、それナンパっすよ。それナンパ成功。あの、西野さん、はい、諦めてもらっていいですか？何がダメなんですか？まあ、髪型が…髪多分、私のね、予想でもやっぱ髪かなっていうのは。じゃあちょっと…あと、服装が寒い、ちょっと季節が過ぎたから、やっぱ日本人かどうかが分かんなかったのかなって。そう、わかりました。じゃあまたちょっとスタジオ戻って反省会しましょう。